ほんわかのんびりチャンネル、カノンです。急性骨髄性白血病から13年、移植も再発もしないで生きています。今日は銀行員時代に経験したマウントを取るお客さんについての話をしたいと思います。大抵のお客様はもう本当に優しくて、いい人がほとんどなんですけれども、中にはこう、まあ、俺様的なお客様もいるわけで、白血病を退院して職場復帰間もなくで、いくつかこう言われたことをこれからちょっとお芝居形式でやりたいと思います。いらっしゃいませ。よろしければご用件をお伺いいたします。おい、なんだお前、わかるんだぞ、言わなくても。そんなおしゃれだかなんだか知らないけど、それカツラだろ。なんなの突然、嫌な感じ。それカツラだろ。カツラなんでかぶって、なんだお前。困ったな、はっきり言った方がいいのかな。カツラなんでかぶってなんだお前、チャラチャラしてないでちゃんと仕事しろよ。別にあのおしゃれをしているわけではございませんで、ちょっと事情がございまして。なんだ理由って、おしゃれとかの他に何かあんのか。私急性骨髄性白血病になりまして、今髪の毛がない状態でございまして、坊主姿で職場に復帰するのも何かと思いましたので、カツラをかぶらせていただいております。別に入ってこないわけじゃないんだろ。また入ってくるんだろ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ご記入のご案内をさせていただきます。ここをどう記入すればいいの？インターネットバンキングは、まあ、もし盗難にあっても怖いですし、でも入院したりということもございますので、少額は入れる形でされておいた方がいいかと思います。私も先日入院した時に、病院から振り込みがすることができたので、とても助かったんですよ。へえ、白血病なんだ。美人薄命って本当なんだね。いや、まだ死んでないんだけどな。軽く言っとくかな。美人薄命って本当なんだね。まだ死んでおりませんので、きっと美人じゃないってことなんでございましょうね。ではあちらでおかけになってお待ちくださいませ。あら、あなた随分見かけなかったんじゃない？急性骨髄性白血病になってしまいまして、5ヶ月間入院をいたしておりました。白血病？贅沢病じゃない。贅沢病？痛風と間違えてるのかな。贅沢病じゃない。ありがとうございました。またのご来店お待ちしております。はい、以上が私が印象に残った3人のお客様でした。ほとんどのお客様は良識のある方ばかりなんですけれども、コロナ禍でも結構ニュースになりましたけど、自分の苛立ちを店員さんにぶつけようとする人が、まあ、多々見受けられるんですけど、店員さんも人なので、お互い気持ちよく笑顔で接しれるように、心がけていきたいなと私も思っております。ちょっとした小芝居でした。今日は大野さとしのフリースタイル店のチャーム、カマゾンチャームをしてみました。ここでいつものお知らせです。白血病になったお友達やご家族がいらっしゃる方、どうか、白血病を調べても悪い記事しか出てきませんので、私のように生きている症例のことを教えていただけたらと思います。そして、必ず、必要になる輸血なんですが、献血にご協力いただきますようにどうぞよろしくお願いいたします。まだまだ喋りも下手ですし、内容もいまいちかもしれないんですけれども、応援してもいいかなと思う方はどうかチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。
それではまた。